1970年、地球は至る所で醜い争いが続き、その噂は遥か宇宙の果てまでも伝わっていった。銀河系の星の中でも特に文明の優れた星の生物が集まった銀河系連盟でも、もちろんこのことは大問題になった。銀河系連盟の皆さん、さて皆さん、地球をどうしたらよいでしょう。地球を救うか、いっそ滅ぼしてしまうか。あんな星なんかぶっ壊しちまえ。で、反対。銀河系の恥さらしだ。そうだ、この宇宙から消してしまえ。いかん、救うべきだ。誰だ、救うなんて言ったやつは。反対だ、反対だ。反対、反対、反対、反対。私にいい考えがあります。調査員を送って地球を調べ、もし地球人がいい人間だったなら地球に救いの手を差し伸べてやる。もし悪い人間ならば地球を破壊してしまう。幸い私はそれをやり遂げる者を知っています。それは銀河パトロール隊員のベテラン調査員で、その名をワンダースリー。敬礼。ワンダースリー、ただいま参りました。ご苦労。諸君、あれを見たまえ。いや、これ汎用子爆弾ですわね。そうだ、汎用子爆弾じゃ。これを持ってある星に行くのじゃ。行く先は太陽系第三惑星、地球と呼ばれる星じゃ。地球が噂の通り救いようのない悪い星ならば、1年目にこの爆弾を仕掛けて帰ってきたまえ。もちろんいい星だと分かった時は爆弾を持って帰れ。いいな、すぐ出発せよ。